にちは、ケンです。本日は愛車紹介から、変えたパーツをご紹介したいと思います。一つ目は、取り付け動画でもご紹介させていただきましたが、スピードプレイのペダルになります。シマノのデュラエースのペダルから交換しました。2つ目が、S ワークスのパワーサドルからフィジークのアリオネというサドルに変えました。でこちらの特徴は、シート裏がカーボン素材なんですけど、レールはキウムレールっていう独自の、まあ、鉄ですねの素材となっております。3つ目はホイールになります。今までマビックのアルミのホイールを使ってたんですけど、今回購入したのが、マビックのコスミックプロカーボン SLC、こちらリムも、カーボンとなりますので交通してほしいんですけど、マビック の、 特殊なブレーキシューをカーボン用のブレーキシューを装着してます。こちらはチューブレスではなくて、クリーチャーのモデルになります。